じゃあ録画。ナオスよりどうもグッチです。はい、画面外のサワジです。はい、いや今ねちょっと我が家にいるんですけど、ちょっとね、はい、サワジを急遽呼んでね、ちょっと動画撮りたいなと思ったんですけど、はい、そうですね、今日初めてなんかグッチがソロでなんかやりたいって。確かに、本当にねやりたいことがあって、うん、サワジさん僕の好きな食べ物って何だと思います？なんだっけ、バターチキンマサラ。いやいやいや僕といえばあれでしょ、うん、ラーメンでしょ。あ、ラーメンね。そう、あーなんかいろいろツイッターとかにもあげたりしてるもんね。そうそうそう、いや僕ね、ラーメンの中でもあの二郎風ラーメンがめちゃめちゃ好きなんですよね。はいはいはい、はい、でね、今回ねちょっとインドでそれを作ろうかな、作っちゃおうかなと思って。できんの？いやいや、これがねできるんですよ。ちょっとね、日本の皆さんは驚きかもしれないですけど、うん、インドでも作れるんですよ。なのでね、今日はねちょっと初めての料理企画でね、はい、ラーメン二郎風のものをね作ってみようかなと思うので、はい、それでは早速いきましょう。チャロー、チャロー。じゃあ録画。はい、ではね早速ね作っていきたいと思うんですけど、まずはじめにね食材の方を紹介したいと思います。本日の食材はこちら。はい、ということでね早速食材の方紹介しますけれども、やっぱメインとなるのはまずこの豚バラね。まあインドでこういう真空パックになって売ってるので、これを3つ使います。で、2本はチャーシューにして、1本はちょっとだし用にね使いたいと思います。で、ちょっとインドその、げんこつとか、そういうラーメンの元となるものが手に入らないので、スペアリブ、こっちの骨付きの肉でこれは対応します。これも普通に韓国食材店で買えるので、これを使っていきたいなと思います。で、あとはもう、トッピングのキャベツ。で、ちょっとね、もやしがね、インド手に入らない時だって、ちょっと残念ながら、買い物した時に売ってなくて、今回なしなので、玉ねぎの刻んだのちょっと、トッピングがあってのは入れようかなと思います。あと、スープにもね、ちょっと使おうかなと思います。で、あとネギ、これ臭み消し用のネギでね、まあ今回普通ネギ使います。で、あとニンニクね、トッピングのニンニク。それと、麺なんだけど、中華麺じゃなくてこのリングイメン、これが二郎っぽい麺になるので、ちょっとこれを使っていきたいなと。で、茹でる際に使うのは秘密兵器のベーキングソーダ、重曹ですね。これを入れることでパスタがね中華麺っぽくなるので、これもちょっと入れたいなと思います。で、あとまあタレ作る時の醤油とみりんと、あとまあ二郎といえばね味の旨味調理ですね。まあこれ日本から持ってきたものなんですけど、これ使って、はい、ということでね、これで早速調理の方を開始したいと思います。では、チャロー。はい、ということでね、早速作っていきたいと思います。で、まずはじめにスープをね、作ろうかなと思います。で、まあ使うのがこの豚肉で、こちらはちょっとね、適当な大きさに切って、で、スープの鍋の方に入れたいと思います。冷たい？いや、今ね、解凍したからそんなに冷たくない。これがね、よいしょ売ってるんですよ。なかなかの迫力だよね。そうそうそう、いやすごいよこれ。2本はさっきオープニングで見たんだけど、チャーシューにして、1本はちょっと解体して油とお肉の部分に分けて、はい、で、ちょっと油っぽさをちょっとスープに出すので、ちょっと解体したいなと思います。はい、で、チャーシューは適当な半分ぐらいかな。いやこれグッチファンにはたまらないだろうね。いや、俺のファンなんてね本当に物好き。いるじゃないですかって。ね、いますかね。いるといいんですよ。はい、鍋出てきましたよ。こちらに入れていきますよと。あ、間違えた。はい、そうそう。で、チャーシューは出汁塩コショウします。チャーシューは。あとね、下味も忘れないところにやっぱりグッチの優しさが。いやいやいや。ちょっとね。いや。もうね、ちょっと口が減るよ。本当はね、チャーシュー、タコ糸巻いた方がね、煮崩れしないんでいいんですけど、ちょっと、今回めんどくさいので省略します。はい、で、あと先に言っておくと、目分量なので、大さじ何杯でもそういうの僕やらないので、はい、ここはご了承ください。ね、目分量でやっぱ料理できちゃう人っていうのがもうプロですよね。いやいや、プロじゃない。いや、僕、あれですよ、こんな料理みたいにサージ言ってるけど、日本で料理したことないから。そうなの？日本の家に冷蔵庫とかしかなくて、うん、夜間すら家になかった。カップラーメンできないじゃん、じゃあ。そう、だから食べなきゃいけない。お菓子とか出来合いのお弁当だけ買ってきて、そうやってましたね、日本。あらまあ、縦に切るんだね。そうそう、油と肉の層に分ける。なるほど。それでね、すごいね、これなんか簡単に撮ってるけど、ちょっとこう主婦の方々にご参考になりそうなチャンネル。いや、そうそう、日本だったらこんなことじゃなくても背脂売ってるので、背脂使った方がいいですね。なるほどね。で、あとさっき言った骨付き肉じゃなくて、ちゃんとげんこつとかそういうの買った方がいいです、背脂とか。はいはい、
え、日本だったらちゃんと売ってるんだ。売ってる。あの肉のハマラサとかでも買える。あー、肉のハナマサね、よくあるよね。そうで、インドはね、ちょっと売ってないので、はいはい、これで代用して。なるほどね。これはあくまでもインドでジローを作るっていうことだから、インドの限られた食材でどうマネージするのかっていうところに、このグッチのね、凄さが出てくるわけです。これをね、皆さんにね、見ていただきたい。てか、そこまでして食いたいのに説はある。確かに。諦めろっていう話。諦めろって、日本帰った時食えって話だった。まあ、そんなのもっていう。はい、買う時も、うん、あの脂身が多いのを1本買っておくと便利なんですよ。なるほどね。で、こういうお肉とかもスープって言ってましたけど、あの、うん、タレにつけちゃえば同じように食べれるので、はい、まあとでチャーシュー作る時もそれも一緒に。なるほどね。でとりあえずお肉が多いです。こんな感じで素晴らしいですね。はい、でここにあのさっきのこれを、はい、でこれでね、ちょっと骨っぽい出汁を取る。はいはい。で次にスープ作る時の、キャベツの芯を取るのと、あとニンニクと、たまねぎ、下ごしらえしたりとか、ネギ、ネギ、キャベツはね、後でトッピングにも使うので、芯だけちょっと入れます。はい。で、野菜、玉ねぎとかキャベツ入れる目的は、そのスープに甘さを出す色をね、使うので。つけるな、本格的な料理動画だな。めっちゃウケるわ。で、これで今、一応スープの元ができて、はいはい、あとちょっと気持ちね、ちょっと生姜買ってきてないので、はいはいはい、生姜もちょっと臭み消して、はい、生姜もすりつぶしですけど、はい、すりつぶし生姜入れていきます。はい、で、ここに、水が満杯になるぐらいの水を入れます。はい、はい、これも RO の水でバチバチに入れていきます。はい、で、これを煮ます。はい、煮ます。はいはい、あー、これね、これにこれで火をつけるというタイプのやつ。はい、危ない。はい、手際よ。手際がよ。で、これでちょっと沸騰するまで一旦煮ていきます。で、チャーシューも今同時に作ってて、はい、で、チャーシューはね、大体1時間か2時間ぐらいこれでこのまま煮込みます。はい、チャーシューだけこの後取り出して、はい、引き続きスープだけ煮るというような工程に煮る。なるほどね。はい、はい、っていう感じですけど、じゃあここはもうずっと煮るということで、煮るっていう行為、油も出ないし、はい、ずっとこれだけで、ちょっと適宜アクは取るので、はい、まあ、それは後でまた煮ます。チャーシューとスープ煮てる間にタレを作りたいと思います。で、このチャーシューのタレが、ハラミのタレにもなるので、それを今作ろうと思うんですけど、まず最初にフライパンに醤油、結構多めに作ります。で、これに対してのみりんで、みりんよりこのみりん風調味料の方がちょっとまあ二郎風に近くなるので、で、ここにつまみ調味料、こちらのいいですか、で、これでタレをひと煮立ちさせます。でね、これなるべく強火にしないで、なんか弱火ぐらいでじっくりやる感じがおすすめです。はい、ひと煮立ちしたら火を止めて、はい、で、まあ、ちょっと漏れたりするので、こうボウルにね、はい、で、1時間半と煮た豚を、このタレの中に入れていきます。おいしい、うん、こんなんですよ。はい、で、これをまあ30分から1時間ぐらいつけていきたいと思います。おい、はい、ということで、30分経ったので、こちらのチャーシューの方に入っていきたいと思います。こんな感じで使ってます。じゃあ、どんな感じに使ってるか、こんな感じです。じゃーん、いいですね、非常にいいですね。なんと美しい、すごいよ、美しいですね。ちょっとまず1個来てみて、はい、こんな感じ、はい、プルプルで、プルプルじゃないですか。もうしっかり使ってますよ。ちょっとはい、せっかくなんで味見してみます。はいはいはい、ちょっと食べます。はい、ちょっと感想を食べる。うん、あーうまっ、いい、めっちゃうめぇ。味に深みがありますね。あと余ったタレ、はい、これをちょっと移し、容器に移して、うん、これラーメンのタレなので、うん、これを続けて、はい、これがラーメンのタレになります。はい、あ
よし、はい、じゃあちょっと余ったお肉もこんな感じで、はい、というわけで、この話では、はい、さっきの話ですね、と、はい、チャーシューこんな感じです。はい、素晴らしい、もうキラキラしている、もう本当に。はい、ということでね、続き、トッピングの野菜の方も切っていきたいと思います。まず、キャベツ、ニンニクね、ニンニクも刻んでいきたいと思います。こんな感じで、あとね、ちょっとおまけに玉ねぎの方、こちらもちょっとトッピングしていきたいと思います。はい、ということでね、チャーシュー取り出してからだとあれから4時間ぐらいですかね、ちょっとスープを煮て、まあそろそろあのラーメン仕上げに参りたいなと思います。で、最初にこちらのキャベツ、まあ今回ねちょっとあのマヨしないのでキャベツだけで茹でると思います。もうあのさっと茹でるかな、キャベツを取り出す。こんな感じかな。はい、こんな感じ。で、こんな感じ。ちょっとまあ、あのうち料理するくせにラーメンの器なくて、今日これに盛り付けていきたいと思います。まあちょっと麺を茹でようかなと思います。ちょっと なんかこれ入れるとその中華麺っぽくパスタがなる。なんかこれぐらい入れて。パスタ、はい、入れていきます。また1束ぐらい。パスタで作っていくという。そう、結構ね、あの他の YouTube の人とかもね、揚げてるんですよ、これ、うん、これがもう、こっちさえですね。はい、で、茹で時間は大体ね、これ10分、7分ぐらいなんだけど、ちょっと長めに重曹入れた場合はやるみたいなって。で、次に、スープ作ります。まず、器にちょっと下げる。で、ここにさっきのとおした味の素、これを入れます。スープをちょっとね、残すのめんどくさいので、もうそろそろ。あら、これがそのまま飲めるわけですね。そうそうそう、素晴らしいじゃないですか。こんな感じで、もうちょっと横着しますけど、ちょっと湯切りとかしてで、ここにちょっと茹でキャベツ、茹でキャベツ、茹でキャベツ、豚、豚は豚のチャーシュー、チャーシュー、あらー、ちょっとまあ、そしてニンニク、刻みニンニク、あー一気にジローの匂いしてきた。これ行ったことないけど。はい、ということで完成でございます。完成できました。見て見て、これマジでジローやん。すごくないですか、これ。そうですね、こんな感じですよ。はい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 。でもね、匂いがジロー、すごい。これですよ、これ。いや、一体どんな味するのか、ちょっと早速ね、食べていきましょう。というわけでね、やっとできました。いやー、長かったね。4時間ぐらい作ってましたけど、じゃあね、早速食べたいと思います。いやー、うまそう。見て、めちゃめちゃさ、ジローや。いただきます。どうすか。うん、めっちゃうまい。いやー、今日ね、完璧ですわ、本当に。ちょっとスープもいただきます。これですよ、皆さん、全国のジローファンの皆さん、これですよ。いやー、うまい、これは。いやー、ちょっとね、もやしがないのはね、残念だけどね。うん、うん、うん、豚ね、
もすごい染みててね、いい感じですわ。ジローの本当に豚に近い感じですね。いやー、ほんとうまい。いやー、最高ですね。サワさんも食べたいでしょ。食べたいよ早く食べたいよ、これは地獄だよ、これ、ここで撮ってんのは、うん、うまい。食べてる？食べたい。はい、というわけでね、食べていきたいと思うんですけど、僕実はね、ジロー食べたことないんですよ。だから、ほんとに完全にね、新しい味なんですけどね、ちょっといただいてみたいと思います。はい、こんな、まあ、パスタっぽいですね、見た目はね。うまい、いただきます。うん、どうすか？うまい。うまいっしょ。これね、ほんとにうまい。スープとか飲んでると、この濃厚な感じがね。お、油、ニンニクの味とさ、あーうまいね、これ。なんていうか、別にその濃いとかじゃないの、なんかちゃんとあの味がしっかり染みてる、そういう感じ。ほんとね、野菜もシャキシャキして美味しいね。ちょっとね、チャーシューもいってみたいと思うんですけど、これ見て、これ、このブロック、ああうまいね。またこっちはこっちで、このさらに濃厚感が増すね。うん、すごい美味しいですよ。まあね、作るの時間かかるけどね。いや、そう、うん、でもやっぱ、いや、作った甲斐はある、これは。うん、そう、やりがいはある。はい、というわけでね、もう一瞬で完食しましたねいやー、うまかった。6時間ぐらいかかりましたけど、作って本当に良かった。ね、今後もちょっと僕の料理動画をね、上げていきたいと思うので、ぜひそちらの方もチェックしてもらえればと思います。はい、このチャンネルがいいと思ったらね、ぜひいいねとコメント、そしてね、 SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ、バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。